えー、皆さんおはようございます。祝言芸の原口和郎です。今日は天皇誕生日ですね。八坂をお祈りしたいと思います。八坂屋ですね。はい。で、佐賀さんの海苔たっぷりの、じゃんチラシじゃん男の5分クッキング。そして、これはなんとかイワシ。えー、なん,なんて名前やったかなゴンちゃん、お久しぶり。ゴンちゃん、お久しぶり。お、なんかちょっと、 すねお腹相変わらず出てますねでやっぱりね久々に帰ってくると食材が一応スーパーに寄って帰ってきたんですけど食材が頭に入ってないから材料っていうかな料理がこうイ,イメージできないんですねでもありがたいですね特効すんじゃないんですよって特効考えてませんかって うん、やっぱり武道の達人は僕の心の中までわかるんですね、うん。どうしても気象が荒くて短期だからそういうふうに思っちゃうんですよね。よくないですね。それはどういうことかっていうのは今日の一の動画でやってます。今日もね、今日は歴史探訪の日なんですよね。佐賀の歴史をずっと訪ね歩いて、そして皆さんとお話をしていきます。で、あいにくだめ、昨日まで何かな 雷だったみたいですね。うん。ということで、ゴンちゃん、ナーサのおらんけん寂しかばい。大体いい佐賀の方が元気やけど、もはや東京に戻ろう。と思ってしまいますね。まあでも佐賀でもいっぱい仕事があるからね。ちゃんと終わらんと帰れみたいな。では、ごきげんよう。あ、これですか。これあの、 安住くんが言うところの子供牛乳ですね。僕はあのコーヒーが飲めないんで、え佐賀さんのミルクにちょこっとだけコーヒーを入れてるんですね。では、良い一日を失礼します。ゴンちゃんがいいね。ゴン太くん。ゴン太をくれという人がいますが、これは息子が買ってきたレアのですね。どこで買ったっつったかな東京のなんとかっつったとこだった。では、 you <laughs>